の人数で2時間以内に終わらせるとかマジ無理ゲー。私が3人分働く。はあ？牧田さんきっと自分を責めると思う。そんなの絶対嫌だから。あの、迷惑かけてごめんなさい。俺も昨日遅刻して迷惑かけたし、お互い様。重くてごめんなさい。いいんじゃんその方が。私いていいのかな。ごめん変なこと言って。いたらなんでダメなの。あ、小湊君本しかして借りていい？どうぞ。ありがとう。胸がドキドキ、心がワクワク、大人には内緒の冒険だ。え、僕みたいな焼きそば頭が操縦席座っていいんですか。ねえ、誰その歌。あ、これ。あ、どうした。更衣室も掃除しなきゃいけないんだった。ごめん、ここ二人に任せてもいい？いいけど、一人で大丈夫？うん、大丈夫。うるせえ。なんでこうが。あれ、牧田さんは？うん、先生が念のため病院連れてった。あ、雲ごときで叫ぶとか本当ヘタレだな。さっさと終わらせるぞ。うん。遅いよ、どんだけ待ったと思ってんだよ。悪い。いいね、綺麗。よし、2年3組課題クリア。やったー、イエーイ。牧田さん大丈夫？安静にしてればすぐ治るって。本当？よかった。迷惑かけて本当にごめんなさい。全然楽勝だったよ。みんなありがとう。って余裕いいよな。牧田理由にして自分だけ逃げて。荒尾と吉岡めっちゃギスギスして大変だったんだからな。でもお前が何とかしたんだろう。うん。こんな時間に何してんの？目が覚めたから日の出でも見ようかと思って。なんかこの空こうみたい。何が？意地悪なのか優しいのか分かんないか。お前だって同じじゃん。ヘタレなのか根性あんのか分かんない。前から気になってたんだけどさ、そのお前っていうのやめてくれない？私の名前お前じゃないか。見てるこっちが寒いんだよ、吉岡の服装。
ありがとう。そうだ、私吉岡さんのこと偽善者だと思ってた。でも違うって分かった。私村尾さんは一人でいるのが好きで他人に興味ないんだと思ってた。でも違うって分かった。教室戻った時上着てくればよかったね。いいからそのまま着とけ。あ、明るくなってきた。うん、すごい、やば、綺麗だな。おお、すげえ、エモい。そうだ、写真撮ろう写真。やだよ、めんどくせえ。あ、スマホ忘れた。私も置いてきちゃった。私も、私もしょうがねえな。はい、やって。ちょっと、はい、行くよ。コーンも太郎。俺も当たり前じゃん、先に行けど。口では意地悪を言ってしくないふりをする。でも本当は優しい。それが今のコーン。あの頃の田中くんじゃなく今のコーンを知ってしまった。